2019年に現在のロッテ所属選手佐々木選手と共に注目を浴びていたのはヤクルトの奥川恭伸選手でした。彼は高校時代、将来の日本代表のエースになる期待が寄せられていましたが、ここ2年間は怪我に苛まれ、シーズンを棒に振って苦しい日々を送っています。2022年には肘を怪我し、トミー・ジョン手術が検討されましたが、最終的には保存療法を選択しました。今シーズンの途中から実戦復帰を果たしましたが、肘の状態が心配され、何度か不調が報じられました。それでも、来季への復帰を目指し、オフシーズンにはフェニックスリーグに参加して調整していました。しかし、最近、再び上半身の状態が悪化し、フェニックスリーグから帰郷したことが話題になっています。奥川選手は入団以来多くの怪我に悩まされており、一軍への復帰が遠のいています。ではなぜ彼はこれほどまでに怪我を繰り返しているのでしょうか。それで今回は奥川選手の怪我の状態やその原因、一軍復帰が難しい状況についてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。高校時代、その高い能力で注目を浴びた奥川選手は、投球だけでなく守備や打撃のスキルも高く、将来の日本のエースとして大いなる期待を背負っていました。甲子園では準優勝し、その年のドラフト会議で巨人、阪神、ヤクルトから指名を受け、抽選の結果ヤクルトに入団が決定し、2019年に入団しました。1年目は体調の調整もあり慎重に育成され、2軍で7試合に登板し、19回3分の2を投げて防御率 1.83 の高い成績を記録しました。そして2020年の最終戦で広島東洋カープ戦で1軍デビューを果たし、プロ初登板初先発を経験しますが、2回3イニングを投げて被安打9、奪三振に5失点という悔しい結果となりました。2年目になるとオープン戦から結果を残し、前半戦では10日以上の間隔を空けながらも先発ローテーションに抜擢されました。最初は調子が振るわなかったものの、5月以降にはプロになれ、変則ローテーションの中で先発の軸として活躍しました。交流戦以降7試合連続無四球を達成し、抜群の制球力を示し安定感を増しました。10月8日の阪神戦では54回3分の2イニングぶりの四球を出しながらも、6回3分の2を1失点でまとめ、チームが6年ぶりの優勝に大きく貢献し勝利投手となりました。最終的には18試合に先発し12回のクオリティスタートを記録し、先発陣の中で屈指の安定感を発揮し、チームトップのタイリーグ8位の9勝を記録しました。奪三振率は 7.80 で、シーズン全体を通して高い制球力とコンスタントに三振を奪う投球を披露し、 KBB は 9.10 と非常に高い数字を記録しました。 CS では98球でプロ入り後初の完投を達成し、完封で試合を締めくくり、日本シリーズでも沢村賞を獲得した。山本由伸選手との対決で6回1失点の山本選手に対して7回1失点の素晴らしい投球を見せました。2年目には素晴らしい才能を開花させた奥川選手ですが、2022年には本拠地の開幕戦に登板するなど、エースとして大いに期待されました。しかしわずか1試合の登板後、右肘の怪我により登録が抹消され、さらに7月には新型コロナウイルスの陽性反応が診断され、結局そのシーズンはわずか1試合の登板にとどまり、2軍での登板もありませんでした。日本シリーズが終了すると右肘のトミー・ジョン手術の可能性が浮上しましたが、最終的には保存的療法を選択することを発表しました。そして今シーズンの4月に385日ぶりに実戦復帰を果たし、その後は順調に調整を続けましたが、7月に左足首を負傷しリハビリを重ねました。10月1日のファーム最終戦、
日本ハム戦で3ヶ月ぶりに登板し、1回を無失点で終えました。試合後、奥川選手は来季に向けて、公式戦に間に合わせることができたことを喜び、その後は来春の1軍キャンプに向けて、フェニックスリーグで調整を続ける予定でした。しかし、雨で予定が流れて以降、登板の機会が得られず、先日、再び故障が発覚し、離脱することになりました。ただし、奥川選手は、帰郷後の練習に顔を出し、報道陣に対して大丈夫ですと、声をかけていたとのことです。詳細は明らかではありませんが、重傷ではない可能性も考えられます。こうして、連続した怪我に悩まされ、約2年間1軍での登板がない奥川選手。では、なぜ、ここまで怪我が続くのでしょうか？おそらく、最も大きな原因は、肘の怪我でしょう。実際、トミー・ジョン手術が必要とまで言われるほどの、肘の怪我を抱えた奥川選手は、保存療法で回復を試みていますが、効果的な結果を得られていないようでした。また、今シーズンの練習中には、肘に負担のかからないフォームを作るために、昔からなフォームを改良しようとしていました。解説者の西本隆さんによれば、奥川選手の元々のフォームは、上半身に大きな負担をかけるもので、それが肘の痛みなどにつながっていたようです。そのため、長期的なシーズンに耐えうる負担の少ないフォームを、模索することが必要とされていました。その結果、若干の改良を加え、実戦復帰も果たしましたが、2軍での成績は芳しくありませんでした。さらに、肩や肘の怪我が発生すると、フォームのバランスが崩れ、無意識のうちに、他の箇所を守ろうとして、別の部位に負担をかけてしまう可能性が高まりました。特に奥川選手はキャンプ中から、肘に痛みを感じていたと言われていて、おそらくフォームを改良しつつも、肘を気にして他の部位に負担をかけ、これが多くの怪我につながっている可能性が考えられます。肘の怪我が発生する前は特に怪我についての報告はなかったようです。もしこのような状況で奥川選手が2022年のオフにトミー・ジョン手術を受けていたら、少なくとも復帰までの時間が短縮され、彼のプレー復帰が早まった可能性が考えられます。しかし、なぜ彼はトミー・ジョン手術を受けなかったのでしょうか？報道によると、球団側からトミー・ジョン手術を提案されたという情報がありましたが、奥川選手はこの提案を拒否しました。その理由は、手術後のアフターケアに対する不安があったからだと言われています。確かにトミー・ジョン手術を受けると、手術後に約1年間はプレーができず、様々な副作用やリハビリに関わる問題が生じることが予想されます。奥川選手はこうした要素を不安視していた可能性があるでしょう。さらに、奥川選手の父親もトミー・ジョン手術に関連して影響を与えたと言われています。奥川選手の父親は現在、仕事を辞めて奥川選手のサポート業務に専念していると伝えられています。これは、奥川選手がドラフトで指名された際に、家族経営の個人事務所、ヤスコーポレーションを設立し、その後息子をサポートするための業務に専念しているためです。言い換えれば、奥川選手以外に家計を支える主要な収入源がない状況で、もし手術を受けると契約条件が変わり、年俸が大幅に減少する可能性があるため、手術を避け、早期にプレー復帰する道を探った可能性が高いでしょう。結果的に、怪我を繰り返し、プレー復帰が難しくなってしまったことは皮肉な状況です。奥川選手は、大きな期待を背負いつつも、ここまでのプレーで期待に応えることができませんでした。今回も、痛ましい怪我に見舞われ、復帰の見通しが不透明になってしまいました。同期の佐々木選手や宮城選手が日本代表として活躍する中、奥川選手も早くプレー復帰を果たしたいはずです。彼には、まず怪我を克服し、今後の怪我を避けるための改善策を真剣に考えることが必要です。
いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。